こんばんは。あれ始まってるかな。こんばんは。草地亮乃です。エンジンの草地亮乃です。こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは。いやー、ちょっと今日は頭の中ではその台本考えてきたので、ちょっと台本通りに進めようかなと思います。まず、一つ目、第一、自己紹介。はい、改めましてエンジンの草地亮乃です。エンジンではビジュアル担当、そして、王子様としてやらせてもろてます。あとちょっと天然かもしれないです。よろしくお願いします。そして、趣味が映画鑑賞、あと妄想。プデューと変わんないですね、プデューの頃とあんま。で、特技がモノマネで、これも福山雅治さんのモノマネで変わってないです。お疲れ様で、はい、自己紹介終わったので、ちょっと次第2位いきます。第2は、今日の傾向についてちょっといろいろ話そうかなと思ってます。で、僕一昨日からスペースで、昨日インスタライブ、そして今日もインスタライブ、今日最後なんですけれども、スペース見に来てくれた方と、あと昨日見に来てくれた方なのは分かると思うんですけど、ずーっと目標があったんですよね。何かな。はい、そうなんです。J1 のルキと話したい。もう最高でした。話せたし、もう2日前の俺に伝えてあげたい、話せてるよって。あと今日はもうスカイとも話せました。もうなんかね、スカイも一人で、僕も一人でいた時に、たまたま、鉢合わせて、これもマジで、一人一人になんなかったら喋りかけられなかったから、いや、マジで嬉しかった。ああ、スカイ、久しぶりって言って、抱きしめて。マジでなんか、本当に、プデューの、合宿、ぶりだったから、スカイに会うのが。すごい、もうなんか、じわー、じーんって来ちゃって。泣きそうになっちゃった。いやー、変わってなかった。本当にあのまんま、あの時のまんまで、本当にいい人、すごく。でなんかめちゃくちゃね、最近の話とかいろいろ話しました。いやー、本当になぁ、マジでなんかめちゃくちゃ感動しちゃって、久しぶりに会って、久しぶりに話せて、なんか、スカイの人柄の良さとかも、なんか久しぶりに感じて、すごい、なんか、楽しかった。なんか、僕が、あげたスカイに関する投稿って皆さん覚えてるかな？プデュー終わった後、すん、縦文字で僕はよくツイートしてるんですけど、なんかキザなことしてすみません本当に、縦文字のツイートよくしてて、でそれで一つにそのすんっていう、スカイおめでとうだっけ、なんか本当初期の頃に載っけた投稿があって、そのすんって投稿も見てくれてたし、だって去年スカイがいなかったから、僕空は繋がっとんねんって、ハッシュタグの縦文字のツイートの、ツイッターの僕の固定ツイートにしてある投稿です。あれも見てくれてたらしくて、すごい嬉しかった。スカイ、イエーイって。そして、まあ、
ね、スカイともいっぱい話してよかったし、ルキともいっぱい話して久しぶりに楽しかったし、もうそして何よりもね、なんか普通に本当になんだろう、この2日間が幸せだったし、本当に楽しかった、心の底から。なんだろうね、いろんな人に出会えたし、何よりも今まで応援してくれてた人にまたこうやって大きいステージで立てたし、すごい本当にいい経験させてもらったし、本当に幸せだった。今度はマジでエンジンだけでいつかのステージに立てたらすごい嬉しいなと思います。そしてね、今日昨日来てくれた方々ありがとう、たくさん。もう俺経験ロスなんだけど、どうしよう。もう本当に幸せだった。あとなんかトレジャー、エンジンの曲のトレジャー、あのタオル振り回す曲で会場のみんながペンライト一緒に振ってくれてて、ありがとうございます。本当に本当になんかすごい綺麗な景色だったし、本当になんか会場全体が一体になってて、会場のみんなとエンジン、そしてスタッフさん、なんか全員でなんか一つのそのトレジャーっていう曲を作り上げられたなって本当に思います。ありがとうございます。本当にタオルいっぱい振ってくれてありがとう。そして、次アディクテッドか。アディクテッドどうだった、みんな。アディクテッドもね、アディクテッドは中毒するっていう意味なんですけど、結構かっこよくクールにやらせてもらって、そして、それ終わった後、次ケイコンのカバー、 K-POP カバーでエアプレーンをやらせてもらって、ね、本当に本人目の前にしてのエアプレーンはすごい緊張 しましたし、あの、ね、昨日は僕がそのパートを歌ってたんで、めちゃめちゃ緊張しました、本人目の前にして。終わってほしくないな。来週もやりたいね、結婚ね。来週もみんなに会えたらいいな。という、感想でした。今日の結婚、そしてん昨日今日合わせての結婚の感想でした。そっからね、僕昨日今日ピンクでちょっと前髪上げてみて、すごい評判良かったんで、これからのライブでもちょっとしてみようかなと思います、前髪上げるので。よかったらこれからもあのエンジンのライブ気になるな、今日ちょっとでも気になったなとか、草治療のちょっとでもかっこよかったなって思ってくれた方はぜひ、次もあのエンジンのライブ来てください。絶対に幸せにするんで。で、あや前髪上げてるの本当いい、ありがとう。レイ草しマジイケメン、ありがとう。疲れてるのにインライフ2日間もやってくれて嬉しい。あのやっぱ稽古来れなかった方もいると思うし、何よりもね、その稽古見に来て少しでも気になってくれた方がこうやってまた会える場所、会える場所見れる場所はやっぱね作りたいよね。稽古で初めて見ました、とてもかっこよかったです。もぐちゃんありがとう、ありがとう。ねえ彼氏感強すぎるんですけど。沼にはまったらどうしたらいい、もうそのままどっぷりはまっちゃえ。いやー
マジでな、本当に楽しかったな。なんかマジずっとさ、本当にやっぱその僕ステージ裏で見てたんですけど、あの僕 JO1 の曲で一番好きなの、あの僕らの季節めちゃくちゃ好きなんですよ。一番好きかもしれない。その次にハッピーメリーやりたかったな、ハッピーメリーなんかね、あの曲は本当に好きなんで、僕らの季節、あれだけは本当にステージ裏行って生でパフォーマンス見たかったし聴きたかったんで見に行きました。めちゃくちゃかっこいい。あとやっぱルキ君がセンターでね、かっこよかったねいやー、ルンスンルンスンの2人と話してよかった。ルンはちなみにルキねルンスン、リョンノ君のハッピーメリーめっちゃ見たいね。ハッピーメリーやりたい、マジで。僕らの季節大好き、やっぱいいよね。今日結婚で草地くんのことを見つけました。かっこよくてずっと目で追っちゃいました。これからもチェックしていきます。ありがとう、マナ。フィナーレの2人のハイタッチしっかり見たよ。あ、ルキ君とのハイタッチ、いやーね、なんかもう2人してカメラに向かって王子ポーズしたかったけど、その時間なかったんでハイタッチで。リョノテン、リョノ君お疲れ様です。幸せだった、楽しかった。お、よかった、幸せにできて。草地くんマジでかっこよすぎます。結婚で初めましてだったんですけど沼りそうです。おいで、今日もかっこよかったです。沼に片足はまってます。もう片足、おいで。髪キラキラ可愛い。あ、そう、ちょっと今日ラメ、あのピンク色の髪だったんで、ピンク色のあのラメをちょっと今日ちらほらつけました。昨日も今日もファンさん見つけてくれた、嬉しかったです。こちらこそありがとう。アミっていうのかな、なんていうんだろう、アミちゃんか。日プ2しか見てなかったんですけど、稽古を見てかっこいいと思ってきました。落ちそうです、ガチです。エンジンおいで、俺んとこおいで。結婚を思い出して幸せそうにしてる姿見るとこっちも幸せになる。いやでも普通にさ幸せだったからさ、マジで去年も呼んでいただいて、今年も呼んでいただいて、あのやっぱ素敵なステージに立たせてもらえる、本当に幸せだなと思うしね、毎年これが続けられたらいいなって思います。なんだかんだ日プ同窓会だからね。草地くんのインスタライブ初めて見たけど、こんなにリアコなんですね。ずっと見てたいです。見て、ずっと見てて王子同士のハイタッチ。今日の席端っこだったけど最後見てくれた気がした。俺マジであの最後めっちゃ見た気がする、ほんと奥の奥まで。今の髪型かっこいいって好き。本当にありがとう。ピンクの前髪あげ。結婚終わって即アカウントフォローした。お、嬉しい、アロハちゃん、ありがとう。ひとちくん、お顔ずっと良くてずるいです。これでもいいかな。ひとちくんのかっこよさにみんな沼ってて嬉しい。土曜日初めてエンジンのパフォーマンスを見ました。最高でした。ありがとう、ゆずみちゃん。ありがとうね。くとちくん、名前呼んでほしいです。あ、マジで。本当に嬉しい。去年マジで話せなかったから、ルキくんと。めっちゃ嬉しい。こんなに絡めるなんて。プデュー以降、久しぶりにくとちくん見て、完全に沼落ちしました。おぉ。ちょいで、みんな明日あれか、学校とかお仕事かな。頑張ってください。俺も明日お仕事だけど、
男ファンです。お、嬉しい、ありがとう、てっぺいくん。ピンク、お疲れ様でした。ありがとう、萌え。ゆうか、今日行きました。もうお家ですか？私は今着きました。お疲れ様。無事着いたかな？帰り。リアコすぎてない。 INI とは誰かと絡んだ。昨日京介くんと話しました。りょうのくんのおいで好きすぎるな。席遠くてファンスもらえなかったんでファンスください。今寝ようと思ったのにインライ見て目が覚めた。エンチンのライブ見たい。草地かわいい。お、見に来てよ、ななみちゃん。見に来て、でこいで。アディクテッドが頭から離れなくてずっと聞いてます。お、アディクテッドしちゃったね。てかなんかすごい、めちゃくちゃ顔とか声とかスタイルとか褒めてくれる人が多くてシンプルに嬉しい。普通に本当に慶コンの今日 MC 中に僕行ったんですけど、本当に今ダイエットしてて、揚げ物絶対食わないし、アイスとかお菓子とかも絶対食べないのはもちろんなんですけど、とりあえず1日1500キロカロリー以内、もうできたら1000キロカロリー以内で、腕立て、腹筋、背筋、スクワット、あと体幹を毎日やってて、とりあえず劇的に痩せるのはちょっとマジで体に悪いし、また多分すぐリバウンドしようと思うんで、健康的に痩せようと思ってます。今は徐々に徐々に落としてます、体重を。死ぬほどペンラ振った。お、みなみちゃん、ありがとう。草地大好きだ、ありがとう。俺もだよ。めっちゃピンク髪似合ってる、ありがとうね。で、来年も結婚できたらほんと幸せだね。またみんなに会いたい。草地くん、ルケに似てる。それはない。髪色似合いすぎててぶっ倒れました。おとかちゃん、ありがとう。おとか、画面の中でペンラ振りまくった。おお、ありがとう。一緒に楽しんでくれて本当に嬉しい。翔くん、最後みんなのリーダーって感じだったよね。本当にね、しっかりしてて、うちの滝つばも負けてないけど。本当に18歳にしてはめちゃくちゃ。 INI ファンだけど延長推しになる。俺推しになって。初めてライブ見たんですけど今日本当にかっこよかったです。ありがとう、みみちゃん、ありがとうね。会いたかった、俺も会いたい。私の彼氏が今日結婚行って草地くんに沼ってたよ。お、嬉しい。今見てくれてんのかな、ありがとう。おいでとか言われたら本当に行くけど大丈夫。いいよ、来て。そう、皆さん今ダイエットしてる人とか僕と一緒に頑張りましょう、ダイエット。僕も頑張るから、辛い時僕を思い出して、あ、草地くん頑張ってるから私ももっと頑張ろうって思ってくれて嬉しいです。草地くん本当顔好きです、ありがとう。ちょっと、僕ね、一つ恥ずかしいこと言っていい？僕自分的にね、鼻下にめちゃくちゃ汗かくタイプなの。わかる？これお母さんがそうで、僕遺伝なんですけど、これ本当に恥ずかしいんですよね、このライブ中。実はっていう実話話。りょうのくんの代わりに私がアイスたくさん食べる、ね、反省してます。ストイックで偉すぎるよ。いいな、アイス、アイス食べたい。
オクトパスとの絡みあった。栗田くんと、栗田くんだけかな。でもああともう一人、やっぱお名前が出てこないけど、もしつなんか使われたら出てくると思う。指差しありがとうございました。お、ちょっと覚えてるかも、彩香ちゃん覚えてるかも。つかめで号泣した。やばいよねあれね、めちゃくちゃなんだろう、感情があったから、その時韓国の合宿の時、本当にイントロ聞くと、あやばいあれかって、なんだろう、今はないけどね、当初はすごくありました。合宿中とかもう聴きたくないって、こんなに今エモくて好きな曲になるとは思わなかった。エンジン沼、片足突っ込んでてやばい。ここにエンジンの沼があって、俺の沼があったら俺んとこおいで俺んとこおいで。彼氏になってくださいってぐらい好きになった。ありがとう、嬉しいよ。これは仕草とか声とかルキ君に似てます。本当にルキ君も声低いよね。レノ君に会いたい、友達がエンジン気になってるって言ってた。お、それ嬉しい。お友達、鼻下に汗かくのめっちゃわかる。初日見つけてくれたと信じてるよ。渡るくんかな、誰かな、わかんないんだよね。インライでいろんなアングルの草地くん見せてくれるのずるい。全角度お顔描いて。2年ぶりのつかめはみんな笑顔で言葉にできないぐらい大好きってなりました。いいよね。昨日仕事で配信 K-POP カバーからしか見れず、間に合わなくてアディクテッドやってたから、今日どうだろうと思ったら見れて嬉しかったです。最近のリピ曲だったので。お、見れてくれ、見れてよかった。本田くんもね、兄貴もすごい兄貴で。結婚どうだった。もう幸せだった。つかみ聞くとそれの初めまして間違えちゃったと思い出す。つかみの練習してる時によくみんなが初めましてって練習してたんですよ。ちょっとふざけてそれをやりすぎて、多分それ間違えたんですよね本番逆にでも緊張がほどけてよかったけど。顔がタイプって思ったけど声も好きです。ありがとうベリードッグちゃん。はじめましてからのこのインスタライブずるいですね。間違いなく好きになる。好きになって、次のライブはジャニオタ連れていく。りょうどくんの頭ポンめっちゃ好き。疲れ様、今日も明日も頑張ってな。髪色ね、黒かなだった気がする。りょうどくんの沼にはまりそう。私にもファンサください。2日間ピンクのペンラとうちは文字持ってました。りょうどくんずっと幸せにしてくれてありがとうございました。お、ありがとう、嬉しい龍野くん見るだけドキドキする。ありがとう、初見お疲れ様でした。お疲れ様、まちーちゃんありがとう。今どういう体勢、今ベッドと壁の間に挟まってる
変人の沼と草地くんの沼に片足ずつハマっていいですか。僕の沼に両足ハマって。エアープレインめっちゃ可愛かった。ありがとう。もう可愛いに全速力全力投球。蛍光の余韻からのこの引雷は幸せすぎる。マジ蛍光ロスの皆さんありがとうございます。来てくれて。草地くん沼りました。ありがとう。なんだかお疲れ様でした。今来た。帰り。ごはは。ごは、ごはんは。DJ。変わった。はじめまして。で、来ました。くるみちゃん。ありがとう。来てくれてありがとう。よいしょ。来て。よいしょ。お顔かわいい。お顔かっこよすぎてドキドキしてしまう。して優しい顔で微笑まないで埋まるから。あ、そう、あと今日衣装がパステルカラーで、メンバーカラーじゃない色をあえて着る衣装でした。僕は黄色でした。だからウサ耳やってほしい。なんて呼ばれるのが嬉しいですか。草地くん、りょうのくん。でもりょうのって名前珍しいし好きです。りょうのって呼んでくれたら嬉しいです。つかめの初めまして、面白くて結構好きだった。俺もあの時面白かった。明日お弁当作らなあかんから寝なあかんけど、かっこよすぎて寝れない。もうちょっと起きてて。9月の結婚でりょうのくんと目に合った気がしてずっと好きです。いや、きっとあったよね。ゆらちゃん、昨日のコンベンション見て、え、めちゃくちゃイケメンいるって思いました。マシ草地区の沼にハマってます。ありがとう。こんにちは。蛍光を見ながらあなたが好きだった。あなたたちは本当にクールです。ありがとう。嬉しい。りょうのくんの沼に頭まで使ってるので身動き取れません。もっともっと沈めてあげる。全力投球。最近草地に沼ってます。るきくんとりょうのくんの王子様ケミが好き。結婚で知ってインスタ覗いてみたけど顔面強。大学のスペースからのりょうのくんは心臓持たないです。めぐみちゃん、どの角度のりょうのさんも顔がいい。これはもう今日ぐっすり寝れる。3秒だけ寝ていい。変顔してほしい。嫌です。ニャンニャンしてください。パイセン、今日も京都ってプロアイドル。なんて言うんだろう、名前。面からガン虫の衣装可愛かった。似合ってた、大好き。ね、意外とね、みんな違う色でもマジ似合ってたよね。世界中の人がリオノ君好きになれば世界平和。リオノを知ると世界が平和に。
マジでこの人たちのためにもっともっと頑張んなきゃなとかすごく思うし、ね、もっともっと上目指して恩返ししたいなって思います。だからなんかちょっとでもね、こうやってインスタライブとかちょっとでもみんなが喜んでくれたら嬉しい。今の可愛いレイナ、ねね、こんばんは。あ、あーにゃピーナッツが好きか。リョーノくんを見ると世界が平和に。リョーノじゃがいも。あ、そうだそうだ、俺あの僕好きな食べ物じゃがいもなんですけど、ちょっとそれでやります。リョーノくんを知ると世界が平和に。リョーノじゃがいもが大好き。ツイッター見てて、クトチ君かっこいい、クトチ君イケボって見たら心の底から嬉しくなった。いや嬉しいよね、本当にありがとう。ファンサー噛みすぎてこれは沼に入るしか選択がない。おーいえ、あーにゃこれ好き。ケイコンで見てから学校行くときいつもピースサマー聞いてます。おー嬉しい。ピースサマー僕結構あの歌わりあるので。ミニです、かわいいお顔。ちひろちゃんありがとう。りょうのくん福利厚生、アイドルすぎて幸せしかない。福利厚生、娘テスト前やのにりょうのくんに夢中で勉強します。いいんじゃない、ちょっとぐらい勉強しなくても、ちょっとだけ。心までアイドルすぎる。りょうのくん押せて幸せでありがとう。こっちもありがとうね、あやか。今日結婚で掘りました。ひでおさんっていうのかな、ありがとう。昨日ん、ケイコンのりょうのくん世界一かっこよかったよ、ありがとうひーちゃん。自分でやってつぼるりょうのくんかわいい。あ、レナね、レナか、かまた、あ、レナちゃんね、オッケー、ごめんごめん。じゃがいも好きなだけ食べてくれ。とは初見です、とはやっほー。今日幕張行くときお弁当聞いてたよ。お、マジでお弁当言うたよね。そう、僕あのエンジンでユニット曲があって、僕のユニット曲があのお弁当っていう曲でやらせてもらってます。よかったら聞いてみてね。ライ、リョーノくん結婚お疲れ様でした、ありがとう。ピンク好きだけど私は茶髪が好きだよ。茶髪もいいよね。シュータくんとも話した。シュータくんも話してない。センステ付近でスローガン持ってたんですけど見つけてもらえなかったのでハートください。ちょっと片手で携帯持ってるんで、あ、これで作って。作った？昨日の稽古で沼落ちしました。もっと好きになるようにしてください。自分へのコメントじゃなくてもキュンキュンしちゃう。トワチン初見じゃない、知ってるよ。知らなかったらトワって言わないでしょ。クマちゃんとのディズニーの動画めっちゃ好き。お、嬉しい、ありがとう。まだディズニーで上げてない写真あるからこれからも載せてきます。リョノくんサランヘ、アニハセヨー、よろぶん、さらんへよ。初見です。昨日、今日かっこよすぎました。落ちました。あーちゃん。
ありがとう。お、リオナミニなんですけど、ケイコンでアディクテッド聞いてからアディクテッドにドハマりしてます。俺は俺にもハマって、髪暗いのが好きだと思ってたけどピンクマジックね、意外とピンクが本当に評判良くてよかった。リョンリョンのポーズまで321。ケイコンで初めて見てかっこよすぎてフォローしました。ありがとう、ゆうほちゃん、S な言葉ください。他の男ばっか見てねえで、俺は俺を見ろよ。なんで他見んだよ、殺す。ちょっと違ったかも。ヒロちゃん、私は初見。りょうく、今から勉強頑張るので最後にお名前呼んでほしい、呼んでください。ゆら、待って、勉強よいしょ、頑張って。ケイコンで初見でケイコン見て面からピンクですって声が意外と低くてビビりました。ねえ、お意外と声低いってめっちゃ言われる。オレオですよ、オレのターン。次はエンジンの現場行きますね。お、嬉しい。シュナも初見じゃないでしょ。俺はに一瞬でやられました。無理助けて。ぶっ殺すと死ぬ。最近名前呼んでもらえないから悲しい。なんで弱いね。ちょっとぶっ殺すのちょっとごめん。悪かった口が。ちょっと S を超えた。またベッドにはまった。カラコン何色よく見せてた。ちーちゃん、最近コメント読んでくれないの悲しい。覚えてる覚えてるよ。リョノ君、私に世界一のファンさせてください。リョノ君ばっか見ちゃって勉強できないから怒ってください。いいぞ、その調子だ。俺ばっか見て。ワンマンで早くリョノ君に会いたくなっちゃいました。何か何としてでも会いに行きます。大好き。はい、と俺も好きだよ。リョノ君の引来で1週間頑張れそう。頑張ってくれ。お風呂まだ入ってない。髪の毛いい感じじゃない？今日もヘアセットしてもらいました。私のこと覚えてくれてると嬉しいです。覚えてるよ、ひーちゃん。髪キラキラ可愛い。ちょっと落ちちゃったけど。早く6月になってリョウノ君に会いに行きたい。俺もだよ、ふか。お仕事に備えて寝るね。おやすみ、シュウ。おやすみ。アリサって言います。アリサ。センスで来てくれた時、双眼鏡で見てたけど横顔綺麗すぎて女やめたかった。綺麗だよ。いいね。いいね。私もいつか認知されたい。知ってるよ、水木。フォローさせてもらいました。新規だけでこれからも応援 します。ありがとう。お、さっきもコメント。ありがとう、くるみ。マッピー覚えてる。初見です。カーナサークル行きたいです。お、待ってるよ。俺のことばっか見ててね。俺だけ見てて。俺も見てるから。初見です。たじみにです。りょうのくんめっちゃかっこよかったです。ありがとう。普通に嬉しい。やっぱ何回かっこいいって言われてもやっぱ普通に嬉しい。ありがとう。お。キリちゃん久しぶり。
いいよな、おやすみ。結婚から来ました。ナミちゃん、ありがとう、来てくれて。エンジンのライブ、お仕事休みだったら絶対行きます。お、待ってるよ。よいしょ。いや、さっきから体勢変わってるな。昨日参戦したよ、サーヤって呼んでください。サーヤ、またポンパンみたいです。ポンパね、ポンパンもいつかね、します。最終電車で帰っております。気をつけて帰ってね。メルちゃん知ってるよ。ユノちゃん、はじめまして。はじめまして、草地リョーナです。カノダイ覚えてますか。覚えてるよ。ライブの後、アヤナちゃんがリョーナくんかっこいいかっこいいずっと言ってます。一言言ってあげてください。ありがとう、あやな。今度会いに行くとき、インスタの ID のスローガン持ってたらわかるかな。わかるかもしんない。わかるよ、あいね。ケイコンからの引退で沼りそうです。おいで、両の沼に。認知してもらえるように頑張らなくちゃ。してるけどな。草地くんの美女超いい、顔の良さがパワーアップしてます。すいな、ありがとう、ありがとう。初めてちゃんとエンジンさんのパフォーマンス見させていただきましたが、エンジンさんの皆様が温かくてミューズさんも素敵で、これからエンジンを応援できる人になりたいです。ありがとう、ゆいこちゃん。普通にミューズを褒めてもらえるのすごい嬉しい。ありがとう、ゆいこ。ありがとう。初めてライブ行きます。6月ワンマン楽しみにしてます。お、すみれちゃん、ありがとう。6月15日は俺だけ見ててな、マジで。まなみです。認知してもらえるように頑張りたい。まなみね。OK。あやか、りょうのく覚えてますか。覚えてるよ。みーちゃん、本当にかっこいいです。ありがとう。稽古オンライン見てました。エンジンさんに心を奪われました。なんて読んだろう。なつなちゃん、かなちゃんか。ありがとう。俺に奪われた。ゆま、昨日今日稽古行かせていただきました。楽しかったです。よかった、ゆまが楽しんでくれて。稽古多幸感あふれててすごく楽しかったです。これからも応援してます。ゆに、ありがとう。ゆに、ありがとうね。りょうのくん、愛知来てほしい。愛知な、一回行ったけどライブで。また行くね。じゃあ、りょうのくん、あみちゃん、りょうのんって呼び方超かわいい。私もそう言ってる。りょうのん、りょうのん沼においで。日プ見てたから、わらみらフェスで生でエンジン見れてハート。ありがとう、見に来てくれて。りょうのくんのインライエグいよすぎてずっと見てちゃう、見ちゃう、見てて俺のこと。絶対他の男見んなよ、俺だけ見てろよ。アーカイブは残さないです。マリも、マリも覚えてるよ。認知お願いしますって。これからもインライしてくれる。僕基本あのライブの後とかによくインスタライブしてます。ライブ来れなかった人とかのためにしてます。ももかです。りょうのくんの虜。ももか、もも、ももか、俺の沼にようこそ。エンジンのファンの方が CD の普及をしていて
ママと沼りました。おー嬉しい。葵ちゃんありがとう。草地さんの最強ピンクかっこよかったです。ありがとう。でも多分ねピンク寿命短いからもうそろそろ終わるかも。天才か。昨日も来てくれてね、ありがとうね。ナナミって呼んでください。ナナミ。ミューズの方の演じに対して思う気持ちが去年の傾向も今年の傾向も愛を感じる応援の仕方で涙が出そうになりました。おー嬉しい。それはめちゃくちゃ嬉しいぞ。ミューズ本当に素敵な方ばっかなんですよ。よかったら僕のファンになってほしいです。そしてミューズになってください。早くお話できるイベント欲しい。かおちゃん、かおりかね。でも多分そろそろできんのかな、わかんないけど、いつかねできたら。今日景観で初めて見て速攻インスタフォローしました。おー嬉しい。ありがとう。なんて言うんだろう名前。何年か前にマッチョチームと装飾系男子チーム戦うゲームがあったの覚えてますか。その時にりょうのくんのこと知って、それからずっと応援してます。おあれか。え、あの時にいてくれた人なのかな。 3,4 年前だね多分ね。あれ4年前。覚えてます覚えてます。懐かしい。恋を過ぎて寝れる。ダメだよね。じゃあ起きて。シューカじゃなくてシュカで名前を覚えてほしい。シュカ新規です。めっちゃかっこよかったです。カレンって呼んでほしい。カレンちゃんありがとう、来てくれて。俺にハマってコメント読んでくださってありがとうございます。演じの皆様が温かいからミューズさんが優しく素敵な方たちだと感じております。素敵な関係ですね。僕たち演じは演じと、そしてミューズ、そしてスタッフさんのことノナフって言うんですけど、ノナフで3つの縁で1つのチームなんで固い絆に結ばれてます。初見です。嘘です。裏側で見てました。ごめんなさい。ありがとうヒロミ、見に来てくれて。ほんわかで涼野くんのインライ本当に癒したからこれからも来ます。待ってるよ萌え。他のグループ目当てで見たけど、エンチンさん蛍光のパフォーマンスとってもかっこよかったです。ありがとう。また涼野くんに会いに行くね。待ってるよまさみ。りょうのくんかっこよすぎて寝れない。寝ちゃダメだ。ももかゲー死ぬ。新規です。さきって呼んでくれてる。新規じゃないでしょ。さきはイケメンすぎて困っていること教えてください。いや鼻下に汗かくことです。6月久しぶりに会いに行くから構ってほしいな。待ってるね。会いね。ピンク髪のうちに会いたい。俺も見てほしい。ピンクの次は何色にしますか。そろそろ暗めの色にしようかなって思ってます。6月15日頑張ってピンクのペンライト振ります。ありがとうユキ。ありがとうね。私の周りにいた方々、草地区のパートになった瞬間、誰だこの歌声って感じでモニター見てました。それを草地区に伝えたくて、本当に歌声が素敵でした。ありがとうございます。声低いからね、すごい分かりやすいよね俺の声ね。でもやっぱやっぱちょっと話して戻っちゃうんだけど、やっぱプデュー受けてすごいめちゃくちゃやっぱ歌ダンスやったことなかったから本当に辛かったんですよ。でもやっぱそんな時でもその教えてくれたり、ダンスとか歌とか教えてくれ、そのスカイもそうなんですけど、本当に教えてくれる優しい人たちがいっぱいいて、でその仲間たちに今日本当にね久しぶりに会えて、同じステージでこうやって一緒にパフォーマンスできて本当に幸せだなって思います。F クラスだったんで僕その時、つかめの MV の時もステージの下で踊ってて、
で、まあスカイもその時 F で、あれスカイ F だったよ確かね。そうだよね。いやなんかエモかったな、マジで。ステージの上に立てたんだよ、だって。しかも幕張メッセで、もう本当に幸せよ。こんなに素敵な人たちもいっぱいいたし、あ、素敵な人たちって皆さんのことね。好きになりました、ピンクフル、すごいありがとう。アム、ペンタゴンの足立ちゃんとお話ししましたか？してない、できなかった。久しぶりにインライ参加できた、覚えてるかな。でも読んでもらえない。今日は初めて結婚で会えたから、寮の記念日にするね。お、今日初めて会えたの、嬉しい。ありえ、結婚に登場したので、私はあなたが好きでした。あなたたちは本当に素晴らしいです。あなたは私が好きな最初の日本のグループです。嬉しい、ありがとう。めっちゃ嬉しい。それは初めてのグループ。モモンガさん、エンジンさん、初めて見たけどかっこよすぎて眠りそうです。おいで俺のところ。みのりで覚えてください。エンジンとりょうのくん押していきます。お、嬉しい。みのり、よいしょ。ごめん、だって俺からさっきから体勢変えてんだろ繰り返しやん。あ、ゆり、ゆり、りょうのお疲れ様、ありがとう。もこちゃん好き、俺もだよ。昨日りょうのうちわとギャルピして、うちわ持って待ってたんだよ、ギャルピして。ホテルでりょうのくんと同じ体勢でインラ見てるけど、声が心地よすぎて寝そう。ダメだよ。りな初見ですりな、こんばんは。今日草地くんかっこよかったです。あ、りんごちゃんありがとう。2日連続お疲れ様でした。私も明日から頑張る、頑張ってね。新規です、ちいちゃん。ちいちゃん覚えてるって。はる、おかえり。りょうのくん忙しいのいつもコメント返してくれたり、インラインしてくれてありがとう。ファン思いなとこ大好きです。いや、こちらこそいつもありがとうございます、支えてくれて。草地くんの涙袋に住んでもいいですか？いいよ、2席しかないけど、2席しかないけど。さすが面からの似合う男、ありがとう。みりんちゃん、サランブ、サランブってどういうことだろう。りょうの、そのゲームの時に観覧してました。りょうのくんとハッシーがかっこよすぎた。りょうのくん顔小さすぎて衝撃を受けました。ありがとうございます。西プっていいな。いや本当に人生変わった、マジで。初見です、かまちゃんって言います。星はまだ定まってないです、イライラしてますレナ俺にして。初見です、ののか、ありがとう来てくれて。スタバの位置、僕スタバ飲んでないんですよ、ダイエットしてるから。スタバマジ飲みたい、久しぶりに。エリって呼んでください。エリは初見じゃないだろう。毎度毎度大好き、マシマシになってるんですけど、そろそろ止めてくれませんか、ナナチ。どん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 更新していこう。学校でエンジンの話をすると、なぜか JO1 って聞かれる。学校で JO1 の話をしすぎた。エンジンのことをもっと広めていくね。よろしく、頼んだ、ヒロミ。今日初めて僕に会ってくれた方、僕が僕との
第1日目記念日でよろしくね。アテです。ファラウェイで涙出ちゃった。本当に素敵だったよ、リョンド君。え、嬉しい。涙してくれたの、アテちゃん、ありがとう。リョンド美女すぎて怒りそう。怖い怖い。アミ、エンジンの曲これからたくさん聴きます。ありがとう。2日間センター分けかっこよかったです。いつも龍之くんで世界回ってる。マジで。いや、僕らの季節が良かった。日向。結婚で初めて見てハマりそうです。ベルちゃん、ありがとう。俺にハマっていいんだよ。リョンのほんとかっこよすぎて幸せ大好き。ありがとう、まどか。初見です。初見詐欺多いな。誕生日4日違い。お、マジで近いんだね。日プから見てました。初めて結婚で見れて嬉しかったです。昨日今日とリョンのくんかっこよすぎて感動しちゃいました。ありがとう、ナナミ。ありがとう。なんかさ、エンジンを見て元気もらいましたとかすごい嬉しい。そのために俺たちも頑張ってるから、めちゃくちゃ嬉しい。コンベンションの胸キュンセリフみたいなやつ、よかったのでもう一回やってください。ずっと俺のそばにいてほしいな。リョンド君眠くない？大丈夫、大丈夫だよ。リオ、初見です。リオ、日プで一緒に頑張ってたみんなが同じステージに立てたのが泣きました。やばいよね、エモいよね。常夏が草地くんの手こだし超喜んでました。常夏、常夏、生卵で覚えてほしい。生卵、本当に濃いすぎて寝落ちしそうです。ウィンター、寝ちゃダメだよ。あと少し頑張って。ふみって呼んでください。ふみ、さや、初見ですって言ったら名前呼んでくれる。さや、さや。あ、菅井先生ツイッターで警官のこと触れてくれてたんだ。後で見ます。たくさん食べるりょうのくん好きよ。ありがとう。たくさん早く食べたい。白い季節の中、僕らは輝いてた。いい歌。初見です。濃いすぎて寝れないです。美穂って呼んでください。美穂まだ寝ちゃダメだよ。もうちょっと起きてて。多分生りょうのくんに会ったら号泣する。そうかな。これからもりょうのくんとの記念日増やしていくね。作っていこうね。最近エンジンの YouTube たくさん見てるんですけど、りょうのくんこんなにいじられ愛されキャラとは思ってませんでした。りょうのくん見てると笑っちゃって楽しいです。よかった。, 笑ってくれるのが一番。初見です。初見。ありがとう。バーカかっこいいです。ちんちゃん、ちんちゃんませそよ。合ってるかな。エンジン誰推しか定まってないんだけど、誰がおすすめ？リオバレてるよ。ごめん、ありがとう。歌も本当に上手で、カメラに抜かれるたび声出ました。お、嬉しい。
眠気との戦いが。魔法、おはよう。あと何分する？もうそろそろでも終わろうかなって思ってます。ちくわきゅうりで覚えてほしい。ちくわきゅうりお弁当やん。ケイコン終演後に感想インタビューされてからエンジンの話した。お、嬉しい。ありがとう、ビクマロ。何キロ痩せましたか？僕今5キロ痩せましたね、1ヶ月で。もう1時2分か。みんな明日お仕事、学校頑張ってね。そろそろじゃあ終わろうかなって思います。あのまだ僕とちょっと関わりたいな、もっと僕と触れ、うん、もっと僕あの寂しいなって方は、僕のあのインスタとツイッター、今日投稿したやつコメントしてくれたらコメント返すので、明日か明後日か返すので、よかったらコメント待ってるね。そろそろじゃあ終わろうかな。最後なんか 2,3 個読んで終わろうかなと思います。草地くん押せる、押して葵。エンジン沼落ちしたてなので、ルナくんが一番聴いてほしい曲ってありますか？でもな、なんだろう、琴の葉とかかな。今日のなんかパフォーマンスの曲とはまた一つ違う曲、琴の葉っていう曲があるので。のりか、りょのくんピンクかわいい、お疲れ様。お疲れ様、ありがとう。のりか、私が日部ぶりにりょのくん応援しようと思ったの去年の稽古なんだよ。お、本当にそうなんだ、嬉しい。じゃあそろそろ終わろうかなと思います。ありがとうみんな、この時間に来てくれて。ルキ君ともスカイとも話せて楽しかったし、京介君とも昨日話したし、じゃあ終わります。みんなゆっくり寝てね。おやすみ。おやすみみんゼミ。おやすみ。バイバイ。またいつか会おうね。